はい、というわけで、ただいま。はい、コメントの方を見させていただいたんですが、足を狙えばいいんですね。というか、このままね、もうちょっとだけFalloutの実況を続けていきたいと思います。コメントでもありましたが、この時間内に全てを放送するのは無理です。そんぐらい大ボリュームです、このゲーム。1000時間でギリギリ足りんのか？下手したら足りないんじゃないか。はい、そんぐらい大ボリュームのゲームなのでね、引き続き、とりあえずあいつ倒そう。デスクローサー？先輩なんだ。あの人か。なんか、昔にもいたんでしょ、あの子。先輩ね、デスクロー先輩ね。わかった。とりあえず、奴を倒すのを目標にしよう。ね。いやー。なんか、硬いなぁとは思ったけどね。あ、ここに刺すんですね。はい。硬いなぁとは思ってたけど。ボスか。ボス的存在か。で、それであいつが軍の生物兵器なのか。なるほど、なるほど。まあ、とりあえず、わかった。まあ、さっきはね、初見でちょっと驚かされたけど、もう次はそうはいかん。とりあえず、ここの直線で戦うイメージね。うん。そうすると援護してもらえるんだね。で、足を打てばいいんだね。足。了解、了解。ちょっと距離があるな。ちょっとまだ生きてんな。いい友情。かっこいいね。かっこいいね。ねえ、だってあれでしょこのゲーム、このゲームもう、このゲームのために会社を休んだっていう人もいるぐらいでしょ。確か、そんな噂を聞いたよ。とりあえず、あいつどっから出てきたんだろうね。お、なんか、人間の相手をしてるターミネーターの気分だ。ここね。やつはどっから出てきたんだろう。建物か？地面か？はい。あ、はい。レイダーさん、後ろの人すごいよ。その人と遊ぶといいことあるよ。くんだ。で、ここでこういうのを使えばいいんです。足を狙えばいいんだな。こういうことだな。よし。で。いいね。ひるんでない。足を打てばいい。で、このバッツシステムをどんどん使いましたね。右足首をくじいて、死ね。おら。いや、グフ無理するな。弾がない。なんでムーンウォークできたの？なんでマイケルなんか燃えてる。ちょっと待って。お、ファンかよ、お前。ちょっと待って。ちょっと待って。痛い。はめんなや。ちょっと、足が遅い。ちょっと、足が遅い。レールガンじゃねえ。ですわ、うおー、別ゲーじゃん。熱い。死に方が違う。絶対、デスクローのせいじゃない、これ。ちょっと待って。あれ、誰が投げたの？そもそも。あれ、誰が投げたの？敵が投げたならわかるけど、あれ絶対デスクローにやられたモーションじゃないよね。火ついてたもんね。レイダーか、じゃあいいや。味方だったら、もう同盟決裂してたとこだ。バリエーション、そうですね、そう。そのバリエーションを見せるためにね、さっきのはやったんですよ。時間が経つと弾は回復するのわかんない。ミニガンに関してはしないんじゃないかな、多分。うわ、強いよ、あのデスクロー先輩。後輩に容赦ねえよ。脱がない。しまっちゃう。はい。回復、そうね、回復をしよう。ね。足あまり効かないだと、どこが効くんだ、あいつ。弱点どこだ？とりあえず、ちょっと、レイダーも要警戒しなきゃいけないけど、あんまり相手にもしてらんないね。とりあえずあいつが出てくる場所は分かった。なんか排気口みたいな場所だ。あそこからやつが出てくるから、そこでちょっと待ち受けて交代しながら撃つみたいなイメージ的には。単純にリロードで撃ててなかった。そうね、リロード中だったのは。まあ今までね、3人称指定でグダグダやってたけど。で、ここら辺で倒したらちょっともうリロードしちゃおう。ここで長っリロード長っ。で、ここに来るから、ほら。でもうこの時点でちょっと打っちゃう。レイダー頑張れ、レイダー頑張れ。街の平和をみんなで守ろう。街の平和でやばくなったらこういうのをやって頭にぶち込んでみる。いけー、聞いてんのか、聞いてんのか。うおー、後転しながら打って、ワンチャンあるべ、ワンチャンあるべ、ワンチャンあるべ。うお、ちょろちょろすんじゃねえ、ちょろちょろ、ちょろ待つ、ちょろ待つ、ちょろ待つしね。よし、やった、やった、やった、勝った、勝った、勝ちゃいいんだ、勝ちゃいいんだ。ボケー、ボケー、勝った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 。もう出ないべ、もう出ないべ、ちょろ待つで。いや、私はおそ松くんの単行本持ってるからちょろ待つ、うん、そうね、ダメだよ、アニメのキャラに死ねとか言っちゃダメだよ。人にね、死ねとか言っちゃダメなんだよ。ダメよ、死ね。で、なんか車が光ってる。なんだろうあ、あ、はい。はい。別ゲーでもよくあります。はい。はい。はい。今のは私が悪い。損傷もしくは破壊されたパワーアーマーパーツは、パワーアーマーステーションで修理する。なるほど。放射能入れ。なんかどつかれたみたい。どつかれなかった今。どつかれなかった今。気のせい？まあいいや。回復しよう。回復しよう。あ、まあ別にこれ出す必要ないんだ。これを、スティムパック。よし。こんな感じで、回復も簡単にできます。で、どこに行くのかな？戻んな。両腕が壊れてる。両腕が壊れてる。マジか。私の力についてこれなかったか。残念だ。よしよし。土のうを体当たりで粉砕した後。ほんと。強すぎる力は全てを滅ぼすってやつだな。いやー、弾がね、意外とギリギリだったね。危ない、危ない。よし。あー、よかった、よかった。強いね、あれ。正直、あれ、だいぶ敵が出れてたよね。うん。だいぶ、あれだもんね。敵が優しかったよね、あれ、出れてたよね。いやー。おう。大丈夫よ。大丈夫じゃなかったよ。おばあちゃん、ガンタレおばあちゃん、大丈夫じゃなかったよ。かなり素晴らしかったな。かなり素晴らしかった。ってくれて嬉しいよ。はい。僕も嬉しいです。みんな大丈夫？かっけえな。かっけえな。かっけえな。当分これで暮らしたいわ。出たくねえわ、これ。一つだけ知ってほしいんだが。はい。俺たちは友達を助ける人間だ。あ、そう。だからほら。いろいろとしてもらったお礼だ。おお、ありがとう。おお、いいね、友達、友達ね、友達ね、友達もっとくれたらもっと友達になるよ。2時間2万5千円、友達。あ、腕壊れてるね、よく見たら。友達ね。狂ってない、ごめんね。なんか面白そうだなって。はい、うん、友達ね。あなたの運命にはもっと多くの意味があるんだろう。多分ね。見えたよ、胸に開いた穴がね。ああ、多分ね、さっき56回穴開いたから、それじゃないかな。うん、それだね。うん、いろいろ心はぽっかりしたよ、さっきの戦闘で。で、まあちょっと、まあ一応詳細は聞こうか。どういうことだよ。知りたいんだ。でも全てを失ったわけじゃない。まあね。あなたの息子のエナジーを感じる。あの子は生きてる。なるほど。まあ家族のことを言ってますね。パワーでも。なるほど。とりあえずこのおばあちゃんはちょっとちょっとって言うね。ちょっとって言うね。息子を見つけたいんだ。息子を見つけないんだ。見えないの。体についてる。はい。でも生命力は感じる。あの子はどこかにいる。ほうほう。それにどこを探し始めるべきかは、私がサイトを使う必要すらない。へえ。連邦の偉大な緑の宝石、ダイヤモンドシティ。ダイヤモンドシティ。この辺りで最も大きな共同体。なるほど。ダイヤモンドシティへ向かうという任務が出ましたね。なるほどなるほど。わかった。ダイヤモンドシティに向かえばいいんだな。任せろ。まがまがしさが任せろ。ちょっと待って、今お話コマンド出てなかったかな。気のせい？続けて。ダイヤモンドシティって何ですか？もう疲れたわ。後で薬を持ってきてくれたら、サイトはもっとはっきり絵を描いてくれるわ。ダメだ。マママフィー。それについては話したはずだ。そのうち死んでしまうぞ。プレストン。なんかそういうことで、なるほど。これからサイトが必要になる。まあ危ない薬って言ったらあれだ。まあなんかお薬を持ってくるっていうクエストがあるのかもしれないね。よしみんな、この友達のおかげで安心して出られるぞ。この友達。マママーフィーが知ってる場所。友達さっきね、なんか焼かれたんだよ友達焼かれた気分と。ハイになってみた。幻覚のことを言ってるんでしょ。それで次はまたマママーフィーに見えたっていう他にマシな計画もなく、骨折り損のために。いやー、空気が重い。重い状況になるなんてありえない。重い友達、重い空気が。みんな一緒にやっていくよな。ドム落ち着きなさい。だったら次はどうする？ドム今ね、これは人間世界で言うね、空気が重いっていうんで、覚えときなドム。グーか。誰かもいい。ドムでいいや。はい。ではサンクチュアリということだな。はい。名前通りの場所であることを。ドム間に割って入ろうとしないの。あくびかわいいな。ドムかわいいな。まあとりあえず目的はわかりままマママーフィーですね。マママーフィーの話を聞いてダイヤモンドシティに向かうということになりました。そこにね、何かしらヒントがあるらしいですよ、奥さん。いやー、このスーツは当分脱がなくていいのかね。脱ごうと思えば脱げるんだろうけど。マママーフィーでいいんじゃない。マママーフィー。まあ、犬ゲーだよね。犬ゲーでもねえけど。夜行くの？寝ようよ。ほら、先輩の死体吐き取ってないな、そういえば。吐き取ってた。こっから行くの？だいぶ君ら無謀だね。一晩待った方がいいんじゃない？ダイヤモンドシティへ向かう。じゃあ私は単独行動で行くよ。おい、バイバイ。またね、機会があったら会おうよ。どうしよう。ついてってた方がいいのかね、これ。ついてくべき。これ、ダイヤモンドシティに向かうとは言ってるけど、この人たちは向かってんのかな？仲間にできる味方も本当。それは素晴らしい。ついてかなくても OK。どっちでもいいと思う。じゃあ、ほっとこうか。我々で行こう。で、ダイヤモンドシティ。どこら辺だ？コンコード。ダイヤモンドシティ。サンクチュアリでプレストンと合流する。ダイヤモンドシティ。サンクチュアリに行けばいいのかな？サンクチュアリまでファストトラベルで行ったら、ファストトラベルってなんだ？これが？これか。あ、行けんだ。へえ。あ、これは便利だね。これで一気に移動できんだ。あ、それは知らんかった。マップの南部に行くために、マップの南部へ行くほど敵は強くなる。それは知らんかった。それは便利だね。自由な世界にしてこの機能は非常に便利だね。これは知らんかった。南部行こう。南部。まあ、同じとこに戻るよりかは確かに新しいとこ行った方が、新鮮だよね。ただいま、見た目ごつくなったけど、ただいま、元気。おはよう。元気そうだな。核戦争を生き抜いたロボットにしては、元気そうじゃないか。まあ、小さな傷が多少ついたのと、確かに。それと、あえて言うと、シミくらいですが。あ、ただの短縮だから、時間は、進んでるんだ。あ、で、ここにパワースーツを置く場所があるのか。経験値はまあ、雑魚敵倒したりするとね、回復するよね。回復じゃねえや。あれするよね。経験値もらえるよね。これで腕とか作れるのかな。サンクチュアリヒルズでワークショップで。ね、さっき書いてあったね、これね。パワースーツってあんのかな。さすがにないか、ここは。防御。クラフト、それっぽいのはあるけど、まあ、材料は足りんだろうな、まだ。サンクチャにトラベルで飛んでいってもご一行は来ない。なるほど。まあだろうね。とりあえず、建造エリアにいる間に長押しでワークショップ。へえ。さて、じゃあちょっと南部に旅行してみようか。材料探しはさすがに。いや、まだ飛んでるよ、あいつ。アグレッシブだね。アーマーステーションってのがクラフトテーブルの近くにある。マジか。クラフトテーブル。それは紹介したいね。ドゥンドゥドゥドゥ。クラフトテーブルの近く。あ、これか。これだね、多分。おー、これだ、これだ。パワーコアのフュージョンが、間違えた。あ、フュージョンコアっていうのがいわゆる燃料なんだ。右下の数字が。はい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 。このフュージョンコアっていうアイテムを使わないとパワードスーツは着れないんだ。あー、なるほど。はい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 。で、ここで脱げばいいのかな。なるほど、こういうことか。はいはいはい。で、いろいろ修理とかするってことね。移す。おー、所持品。フュージョンコア。ええー。なるほど。ああ、これで、フュージョンコアを取り除いたから、こいつは動かなくなったんだろうね。で、右腕、左腕、所持品っていうので、付け直せば。せやね、壊れたアイテムを修理しないと。収集がつく修理をしたい。ああ、でもヘルスって書いてあるね。右足も折れてるね、俺、この人。ああ、やれる量凄まじいぞ、これ。修理や改造は後ろの台を向いて四角。これか。武器作業台。違う気がする。これじゃない？アーマー作業台。ほら、これだ。これで、これで、ジャンプスーツ、ほら。これで修理とかできんだ。解体はしちゃまずそう。あ、これで修理とかするんだ。へえ、溶接とか。それは普通の防具。違ったパーツだ。へえ。なるほど。硬化溶接、硬化強化。これ、凄まじい量だぞ、多分。はい、和骨です。ちょっと、とりあえずスーツは置いとこうか。かっけえな、これ。ああ、確かに腕がやっぱさっきも言った通り透けてるね。でもこれを使っとかないと後々きつくなるんだろうね。アーマーの後ろの黄色いの。これか？これじゃない。修理台。ダクトテープとかいろいろあるんだね。じゃあちょっと南部行ってみようか。せっかくだしね。せっかくならこのオープンワールドを堪能しようよ。寝たいな。あの黄色い機械使い道あったのか、解体しちまった。いや、まだ発売からね、少し経ってるけど、結構、新しいのがね、アーマーのステーションのとこでクラフトって出る。アーマーのステーション、これが。これでしょ？アーマー作業台じゃないの。あ、ちゃうな、こっちか。アーマーのクラフト、これか。あー、なるほど。はい。これで修理するんだ。なるほど。じゃあ、来てこう、せっかくだから。おー、卓上ファン、なんとかいける。あ、卓上ファンとか、そういう、なんでもない鉄でも修理に使えるんだ。はあ。すげえな。モデル表面加工。なるほど。アイテムを、でね、胴体の改造？残念ながら燃料もないんだよね。確かに。鉄7個、電気回路1個。これは探索してくる必要があるね。ワークショップにぶち込んでると勝手に分解してくれる。へえ。ああ、で、これで分解ってやつをやると、あ、素材を手に入れることができるんだ。所持品の中から。はい。そういうことです、皆さん。部品をとりあえず集めまくって、いらないものとかをどんどん解体するんだ。はあ、よくできてんな。そういうことでございます、皆さん。アイテムをいろいろ拾ってきて分解して素材を得るってことですね。すげえな。あ、ミニガンは使えるんだ。誰？ああ、やっと来たんだ。まあいいや。じゃあちょっと南部に探索しに行ってみようか。せっかくだしね。このミニガン、まあいいや。ねえ、まあ修理ね、もうクラフトはね、とんでもないぐらい量ができるので、この時間でご紹介はほぼ不可能です。ご了承ください。はい。すごいね、かなり、なんでもない素材が使えるってのはもう、いいね。個人的に好きよ。ほら、ドムのお家。犬、うん。こういう中から素材みたいのを探したりするのか。へえ、あ、こういうのね。ほら、ダクトテープとか、ハゲ。これでいろいろもらえるんだ。ハマった。すごいね、ハマった。いや、ここまでとは。こういう車はさすがに取れなさそうだね。まあ多分アイテムとかもほぼ無限大でしょう。取ったアイテム、オンラインはない。そうね。取ったアイテムとかからさ、もちろん時間経ったら復活もするんじゃない？ほら、レイダー。これレイダーの下いいか、ざま。こうやって、スティームパック、パイプピストル。パイプピストルはいらない。これで分解とかできるんだろうね。じゃあ、ちょっとここに自由博物館から南下しようか。南下して南下しようぜ。ここまで行って、じゃあとりあえず、朝になるだろう。時間的に。ね。そうね、凄まじいね、これ。Fallout 4。まあ、武器もね、こういう風に作れます。ホリデーセール。どうだろうね。今、売り切れだからな。パイプピストルも分解できる。へえ。まあそうだ、パイプピストルいっぱいあったもんね。これで分解ができるんだろうね。じゃあちょっとこっから南下していこうか。SS。こっちだね。こっから南下していけば敵が強くなるんでしょ。まあさっきの先輩倒せば、まあある程度は融通きくでしょ。弾も割と余裕あるよね。弾も全然余裕あるもん。ほら、60、100、100発近くあるから。ね。まあ威力はお察しだろうけど。人だったら倒せるよ、人だったら。いけるいける、ドムもいるし。大丈夫、大丈夫。ドムの方がね、グフより言いやすいんだよ。はいはいはい。へえ。まあでも、すごいね、これ。これはすごい。これは夜の探索も一興だな。いやー、絶対入ったら出られなさそうな森林地帯だけど。まあ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 。確かにね、クリスマスプレゼントにいかがですか？まだまだ時間あるでしょ？なんか火がついてる。キャンプかな？こんにちは。誰もいないね。誰かのキャンプ跡っぽいね。なんか落ちてる。空のミルクボトル。これが大人のミルク。何使うの？バファウト。バーボン。アディクトール。スティームパックやったぜ。回復アイテム多いのは嬉しいね。なんだ、ジェット、ワンダーグルー、モンキーレンジ。なんだろうね、誰かキャンプしたのかな。銃の改造もできるのか。そうね、銃の改造もできるよね。材料足りねえんじゃねえかな。まあ、とりあえずちょっといけるだけ行ってみようか。ね。せっかくだし。酒は一本。飲めんの酒。え？誰か喋ってる。あれは一般の人か。こんにちは。何をお話ししてるんですか？毒って聞こえたけど。毒って言ったけど、どうしたんですか？あ、はい。はい、はい。武器をしまえばいいんですね。しまいたいんだ。構えない。落ち着け。私は大丈夫だ。怪しいものではない。ほら、見ろ。ほら、この、どうやってしまうんだ？ちょっと、しまい方がわからない。宿題かもしれない。はい。ほら、見てくれ。持ってないぞ。どうした銃を避けてくれ。大丈夫だ。私は変態ではない。大丈夫だ。人に言う趣味はない。説得に失敗しました。なんで悪いこと言った。私なんで今撃たれる要素なかった気がするんだけど、なんで何がダメだったの今。あんにゃろ人が下手に出てるや。いい度胸だこの野郎。怒らせた。何の地雷踏んだんだよ。なんだよ。どんだけ追い詰められてたんだよ。一目でやばいやつ、どこら辺がやばいんだよ。てか、あれ絶対私以外の人と戦ってるよ。うん、そうだよね。うん、なんだろう。ドム戦いに参加するな、ドム。ドムドムドム、敵を倒したドム。もう下がれないぞ、ドム。発見、ドラリンライター。無防備だけど、無防備だけど、無防備だね。これから戦う人には見えないね。穏便にやろうぜ。穏便に行こうぜ。こんにちは。こんにちは。ジェットは二度とやらない。ジェットは二度とやらない。ジェット持ってるよ、私。さっき拾ったよ。コメントでも、危ないってあったね。飲む？飲む？飲もう。一緒に飲もう。じゃあ私飲むわ。ジェット。なんかあったね、そんなの。ジェット。これか。10秒間スローモーション。あ、危ない、ダメですね、これ。ダメ絶対なやつですね、これ。ダメだね。この人みたいになるね。ぬかこーら、盗む君のなの、これ。盗む全身がかゆい。やばい。怖いやつや、これ。でもその人ね、その人、あれ、かゆいって。これ盗むの。盗みに気づかれてしまいました。お前が乗ったらそういう。いいね、ドム。いいね、ドム。ドムいいよ、ドムいいよ。ドムいいよ。ドムいいよ。ごめん。ぬかコーラぐらいええやろ。ちょっと待って。グダグダすぎる。バレて撃たれるか取り返される。はい、この世界についてね、皆さん詳しくなったと思います。ドム？まあ、こういったね、人間模様が、なんかいる。蚊じゃねえか。まあ、こういったね、人間も、いて、ふまきら。よし。なるほど。盗みは見つからないように。あー、なるほど。詳しくなりました。発光竹だって、バッテリー回復するのかな？HP ね、やばいね。大丈夫、回復アイテムは、ジェット飲んじゃった。回復薬と間違えて吸っちゃった。ジェット、いや、そっちの世界行きたくない。ダメですね。ダメ。まあ私はね、どちらかというと、交渉だとか、なんだろうね、平和に生きるようなゲームを普段やってないからね。別のゲームの展開見たくなるんですが、皆様にはね、賢くこの世界を生き抜いていってもらいたいと思ったところで、Fallout のお時間は以上となります。はい。ね、コメントで知ってくださる方がいてよかった。はい。元より Fallout の世界をね、この放送でお伝えすることは不可能でございます。すべてね。そんぐらい本当にね、奥が深く、あんなね、細かい人間模様とかを見ることができます。まだまだストーリーの序盤でございますから、ね。クリスマスプレゼントにね、動画上げてくれるよね。食べ物の方がね、確かに食べ物もいろいろあるしね、正直、なんだろうね、あそこまで無茶もできるし、ちゃんとね、秩序があるとは思わなかった。びっくりしました。はい、ありがとうございました。本日プレイさせていただきました、Fallout 4。こちらは PlayStation 4、Xbox One、Windows、PC 版で発売されておりますので、皆様のお持ちのハードでぜひご堪能ください。以上、Fallout 4でございました。イェイ。はい、そして、ここからは、東海議 TV 恒例の投資企画でーす。はい、目指せ食事券ゲットダーツの店チャレンジ。初耳だな。はい。今月の30日までは、ニューデイズさんとの連動企画を実施しているとのことでございます。出た。確かに私より前に出た人はやってるんだろうな。はい。では、まずこちらのパワーポインターの方をご覧ください。はい。まず、東海議 TV じゃねえや、ごめん。東海議2016は来年1月30日土曜日、1月31日日曜日、やったね、連休だよ。2日間幕張メッセにて行われるゲーム大会とゲーム実況の祭典でございます。もうね、皆さんご存知だと思いますが、現在数量限定の優先入場券やお得な前売り入場券が関東近郊のニューデイズアニメイトのほかご覧のプレイガイドで発売中です。ローソンにもチケットはあったかな。そこで今回販売店のニューデイズさんのご協力により東海ギ TV との連動企画を実施するとのことです。いや昔会社勤めてる時お世話になったニューデイズ。はい、では次のパワーポイントお願いします。はい、こちらがルールでございますね。東海ギ TV 私たち3時間目の出演者がニューデイズダーツの店にチャレンジ。ダーツの刺さったところから一番近い店舗を対象にダーツの店フェアが開催されます。フェア開催店では東海ギ2016前売り入場券をお買い求めいただいたお客様先着20名様には東海ギオリジナルボールペンがプレゼントされるということでございます。はい、そして次のパワーポイント。はい、さらに私たちチャレンジャーは狙う番号を宣言し見事狙った店舗に刺さった場合は豪華お食事券がプレゼントされます。豪華お食事券なんだろうね。どこで使えるんだろうね。はい、そして現在ご覧のスケジュールにてフェアが開催される予定でございます。はい、私の時は終わっちゃったね、色の昔の放送のした方とかもね全部出ているので改めてご確認ください。じゃあダーツをやれと。はいこれを放送に画面寄るとね分かるんだけどね番号がね1円玉より小さいんだよあれでね、千葉県の南とかさ1個しかポロポロないんだけどさ都心やべえよ。もうなんか番号狙った番号に当てんのこれ無理じゃね？無理じゃね？多分ダーツのプロルールより難しいよこれ多分。はいで一番番号狙うどの番号がどこの店舗かも分かんねえよ。はい、じゃあ200多分新宿あたりの71番狙います。はい、上手い人でもこれははい、行きます。困ったら投げますいきます。無理だよこれさ無理だよ。埼玉行っちゃったよ東京じゃなくて。はい、ごめんねスナップ聞かせてスナップハイパーヨーヨーでしか聞かせたことないよスナップ。はい、何番でしょうか店がないちょっと待って店がないってことはないでしょ。207番どこでしょう。田畑207ですよね。ニューデイズ田畑ってどこ。山手線のあたり。はい、こちらねニューデイズの田畑ニューデイズ店かな。はい、こちらの方でダーツの店フェアを開催させていただきます。おめでとうございますはい、こちらね田畑わかるみんな田中はい、こちらのね田畑のお店で東海ギ2016入場券を購入された先着20名様の方にオリジナルボールペンの方をプレゼントさせていただきます。ダーツね何年ぶりにやったかねはい、まあお食事券はねもらえなかったんです。もらえる人いんのかこれはい、そして、ちょっとねまたパワーポインターの方よろしいでしょうかお願いします。はい、キャンペーンの方はまだまだございます。こちらニューデイズでは、ダーツの店とは別なお得なキャンペーンを実施しております。入場券購入特典として、各店先着20名様にキノコの山かタケノコの里先にとっけど喧嘩はするなのどちらか一つをプレゼントさせていただきます。ぜひこの機会にニューデイズでチケットをお買い上げください。喧嘩すんなよ。はい、そして、もう一つ東海ギ、についての少し簡単な情報なんですけども、来週の水曜日何日だろうね。来週の水曜日ですね。はい、夕方6時から東海ギ2016発表会 in ニコファーレが開催されます党会議2016の各企画ブースの詳細、そして当日出演する実況者など100名くらいを発表予定とのご予定でございます。私は出るけね、出ないけね。はい、党会議まで約1ヶ月ですね。もう早いね。はい、運営コメントの方から番組の方予約していただいて、最新情報の方チェックしてください。はい、ということで、まあ党会議もうすぐでございますが、皆様予定は空けておりますかね。ものすごい豪華な祭典となっております。凄まじいね、数の実況者やね、あれでしょ、某イカのゲームの人たちのライブとかもあるからね、コメントとかね、どんどん置きかけてるね、どんどんしていた。私の世界の戦争、マスクをしてるブサイクだからだよ。はいね、というわけでそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。皆様本日のネコマグロブートキャンププラチナかっこ私が名付けていないはいかがだったでしょうか。Fallout、私は純粋にね楽しませていただいたので、非常に有意義な時間をね経験させていただきました。なんか右下に出てるね。はい、というわけで公式放送の方はここで終了とさせていただきます。ありがとうございます。しかしこの後11時30分よりチャンネル放送では、ネコマグロ死にゲーツアーを行います。聞いてねえな、なんだこれはい、拍手って書いてあるけどしないよ。ネコマグロ死地に行けと、ネコマグロ死にゲーツアーを行います。拍手。はい、内容はこの私ネコマグロがゲームを進めると簡単に死んでしまうようなゲーム、いわゆる死にゲーを連続でプレイしていくという企画。誰の許可だ最初の15分くらいまではね皆様ご覧にいただけますが、基本的にはチャンネル会員限定とさせていただきますが、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、そして明日の東海議 TV でございますが、1時間目ミラ、なぎさ、けんちゃんの白猫やらにゃいとゲスやらにゃいと、ミラ、なぎさ、けんちゃんの白猫やらにゃいと、ゲストに杉田智和さんでございます。はい、2時間目イケメン戦国時をかける恋ライブビーズログライブビーズログ、番組の名前で噛むのが一番ダメだよ。イケメン戦国時をかける恋ライブビーズログでございます。2時間目でございます。はい、3時間目牛沢ゲーム実況まみれときメモ2で女心を徹底攻略、ゲストにレトルトさんでございます。はい、さあね、それでは本日本当にもう終了のお時間が近づいてまいりました。ネコマグロブートキャンプね、プラチナってなんだよ、プラチナってなんだろうね。ガッチマンさんのあれと流れ的には一緒な、ノリ的には一緒で名付けたんだろうね。はいね、こちらまた実は再放送じゃない新しいね企画で放送させていただきます。こちらがね1月18日月曜日、本日と同じ夜10時から、はい、また私のネコマグロブートキャンプの方やらせていただきますので、ぜひぜひ遊びに来てください。正直ねこんな万っていう桁がいくとは思ってなかった。びっくりしました。ありがとうございます。まあゲームタイトルは決まっていないんですがね、まあきっと今回に負けず劣らずの名タイトルが来てくださるかと思います。皆様、ぜひご期待ください。はい、それでは本日Fallout 4プレイさせていただきましたのは、ネコマグロでございました。皆さん本当にいろいろねアドバイスとかもありがとうございました。この後のチャンネルもねぜひぜひ遊びに来てください。それでは皆さんお疲れ様でございました。また後でお会いしましょう。バイバイ。